はい、皆さん、南国バリ島神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ロイバリチームのガイドさんさんです。よろしくお願いします。これからおぼどほに、アラヤホテル泊まってるのけこさんにお迎えに行きます。皆さん、このチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画を最後まで見てください。曇ったり晴れたりです。はい、皆さん、おはようございます。今は竹の川の滝に来ております。いや、これから滝ところに行きましょう。ちょっとまだ早いですね。人がまだまだ休んでる方がいい、そう、多分この時間はここ行けたらいいだと思いますからね。あまり暑くないですね。そうですね。昼頃ここ行けたらすごくめっちゃ暑いですよ。上からの眺めが
すごく綺麗です。また鳥の巣がまた、Beliau pak tak kabut. Beliau.行きます。今私はパナロトジに来ております。みんなまるで毎日ね、お店の前にとかお供え物を捧げます。ここから海も見えます。ここから見えるのお寺はあれはプラバトゥボロンと言いますね。このの名前ですね、はい、プラバトゥボロン。タナロト神じゃなくてプラバトゥボロンと言います。お寺の下ですね、はい、その丸があるですね、はい、はい、それはボロンと言いますね。プラはお寺という意味で、ボロは丸という意味ですね。
丸の石のお寺という意味ですね。写真撮れないですか、ここで。ここのバクが。いいですか？はい、大丈夫ですね。私の時は渡れるんですよ。今の天気はちょっと曇ってるですね。そう、今の棚田中人の観光客が夕方いっぱいここ行きますからね。うん、そう。そうですね。ちょっとみんなサンセットはちょっと見たいからね、みんな。この時間は観光客は少ないですね。ちょっとタナロット人は近くまで行けないですね。今は満潮ですよ。そうです。じゃあここからのメールのお寺はタナルト神です。はい。このお寺は16世紀ぐらい建てられましたね。そう。あ、無理じゃなくて。高いです。そうです、気温が。もし引き潮の時でね、あそこまで行けるから、ちょっと棚のお寺の下に祈るところがありますからね。はい、観光客が、あそこに行って祈りますね。はい、あそこで、健康と繁栄を祈ります。観光客はどっちにしろあそこの岩の方までには行けない。そう、上まで登らないですね。そうですね。ちょっとお寺の下に向こうの方ですね、穴があって、あそこで、祈るところがありますね。祈る場所があります。ウルワトジンス。そうですよ。
はい、皆さんこんにちは。お疲れ様でした。今日のカチャタも終わりました。皆さんもしバリのあの旅行来たら、どうぞロイバリカチャタあの利用してください。皆さんこのチャンネル登録もよろしくお願いします。この動画をあの見てくれた方は本当にありがとうございました。次の動画をまた楽しみください。バイバイ。